落ちるかも。落ちた落ちた、めちゃめちゃ落ちた。ただいま。なんかね、止まってからでまたアプリが落ちた。止まった。あ、ごめん、止まったんですね。じゃあ、あと、あ、じゃあ7時10分まで話します。船虫が階段から落ちてない。全然そんなこと関係なくて、あの船虫がいて、で階段があって、階段の段差のとこにいて、なんかすっごいスピードでこう降りてってて、わーってなった。わーってなった。船虫ってさ、あれ何なんだろうね。海の生き物なのかな。でも海泳げるわけじゃないんでしょ多分。追いかけたの。ちょっとね、私が苦手なジャンルのやつだったから追いかけてはない。甲殻類の、なんかもっと嫌だ。もっと嫌だ、もっと嫌だ、嫌だ、もっと嫌だ。あ、なんかちょっと、うわ、考えただけで、うわー、わー、わー、わー。ただ、来る、私には来ます。いやー。甲殻類って聞くと、うえうえ、甲殻類、うえー、やだ、うわ、うえ、うえ、うえ、うわぁ。叫びたい、とても。うえー、そう、実はエビとかも食べるのすごい好きだけど、なんかエビちょっとうーってなる。うー、そういう時もあるよね。私の特技、口角を下げて。まあ、戻っちゃった。そう、この絵文字ができる。口角と口角かけてないけど、かけてないけど、全然そこまでの、私には頭の良さがなかったけど、でもすごい今考えるとそうだね。いやー、これじゃないんだよね。いやー、ちょっと考えただけでね、想像すると、うえー、だ、すごいね。最近の目標は釣りに行きたくて、釣りがしてみたい、釣りがしたい、私には。それしか考えてない。どう釣りをしたいんだけど、ダメかな。そう、釣りがしたくて、フィッシングがしたい。日焼けするよ。じゃあやめとこうかな。そう、ファンを釣ってください。いや、そっちだよね、さばけないんだよね。いや、違うんだ。私はなんかさ、魚の人形を使う方をやりたくて、なんか私が考えてるのは、なんかさ、ミミズとかをさ、餌にするじゃないですか。それを食べた魚を食べると、ちょっと、うわ、おえ、うえってなっちゃうから、うん、うんってなっちゃうから、私はそのなんか、そう、ルアーを、あの、虫じゃない、偽物のね、魚をね、
使った方が私はいいかなと思うけど、どうせ釣れるのってカサゴとかで食べれないやつだから。そうそうそう、待って、目になんか入った。確かにルアさんそう、でもルアさんってさ、あのサインとかもさ、ルアーとかけてお魚釣ってて、なんか好き好きそう、どうせなんかお魚もさ、私釣ってもなんか話し飼いしちゃうんだけど、多分ね、やりそう、やった釣れたで持っても、うわっうわっうわっちょっと自分で持ちたくない、やだって言いながらやると思います。海釣り、そうだね、川ってさ、何、鮭とか釣れるかな鮭はさすがに釣れないか。川をさ、登ってくる鮭を釣ることってできますか？そう、焼き魚はいけるから、そう、煮魚とかはいけるかなって思ったんだけどニジマスか、アユアユか。こうやってさ、あの焚き火みたいなところにこうやって刺すやつでしょ。あ、そういうもんなんだね、漁業権みたいなのが必要なんだね。原さんが今頭に浮かびました、アユ出てきたけど。サイン入り生写真あるの？今回ずっと書きたくて、私あるんですか、あるのか、私それ書きたくて。そうなんだね。なんか私去年のなんかあの別の時に、なんかオコエさんかな、誰かがあのシングルのその生写真でお名前を書くので、チャットであの書いてほしいお名前あったら送ってくださいっていうのを送ってて、めっちゃアイドルだなと思って、私はそれがやりたかったんです。そうなんです。じゃあそろそろ壇上読みをしましょうか。いやーね、楽しみ。そうでもまだね、チャットの返信が見れなくて、そうなんでございます。よし、じゃあ行きます。13位ドラゴンさん、ありがとうございます。12位スマイルさん、ありがとうございます。11位ケオさん、ありがとうございます。10位カンちゃん、ありがとうございます。9位トミノスケさん、ありがとうございます。8位カツさん、ありがとうございます。7位オクタゴンさん、ありがとうございます。6位ナオくん、ありがとうございます。5位ユウくん、ありがとうございます。4位スイッチさん、ありがとうございます。3位マツワさん、ありがとうございます。2位ビルバラさん、ありがとうございます。そして1位はカオさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、なんか今日ずっと喋ってたねあんまり沈黙がなかった気がする。ちゃんと脳がこう回ってる感じする、頭の中で回んないと思うんだけど脳は。そう、あのなんて言えばいいの、話したいことがいっぱいあって、で私の話すペースがうまく
行った？そう、なんか今になって頭が回らなくなってきたよ。なんか人形劇みたいな感じでお届けしてるよ。ちょっと待って、なんだこれ。はい、そんな感じだったんでございますが、今めっちゃトムの爪研ぎの音が聞こえる。ダメだよ、ダメだダメだ。トムが爪研ぎをしています。ダメだって、聞こえるわけないか。聞こえるんだよな、私から聞こえるってことはトムからも聞こえるってことなんですけど、そう、このね外出たとこに爪研ぎをする場所じゃないんだけど、なんか爪研ぎに適した壁があって、そう、ダメなの、爪研ぎをするなと何度も言ってるの。壁の塗装が剥がれて、なんか白いのがバラバラバラってなってるから、やめてって、いちいち掃除機をしなきゃいけなくて、やめてって言ってるのにやめないんです。そう、そんな感じ。でも今日はすごく楽しい配信ができました。収まった収まったから配信をやめます。ありがとうございました。またね。あ、なんだろう、何の話しよう。明日も多分する気がする。多分ね、多分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 。それじゃあまたね。ありがとう、またね。